ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。学校であった怖い話極め、続きをやっていこうと思います。さあ、前回はまさかの岩下先輩のお話でね、デッドエンドなのかな、不思議な世界にね迷い込んでしまって、あの周回プレイが終わってしまったということで、久しぶりにオープニングから攻めていきたいと思います。さあ、まだ読んでないシナリオはどれでしたっけね。それじゃあ今日はここまで。今度の部活は夏休み最後のスクールネットニュースの企画会議をするから、みんな面白い企画を考えておいてくれよ。それじゃあ解散。朝比奈部長の言葉に僕は少なからず緊張した。僕の名前は坂上修一、鳴神学園の1年生だ。新聞部に入って早3ヶ月。まだまだ慣れないことも多くて失敗ばかりだけれど、先輩は優しい人ばかりでとても居心地がいい。新聞部の活動は学園の出来事を取り上げて毎月ネットニュースとして流すこと。企画のほとんどは先輩たちが考え、1年生の僕たちはその手伝いをすることだ。でも今度は違う。次の企画会議で僕たち1年生も発言を許される。もし面白い企画を発案すればそれが採用される。なんかドキドキする。もし僕の企画が通ったらどうしよう。でもチャンスだよな。何か面白い企画を考えないと。坂上、ちょっといいか。はい、何でしょうか日野先輩。今声をかけてきたのは新聞部の副部長である日野さんだ。僕たち1年生にいつも的確に指示を与えてくれる、とても頼りになる先輩だ。ああ、実はお前にちょっと頼みたいことがあってな。これから時間取れないか。日野先輩が直々に相談？まさか僕なんかに相談なんて初めてだ。どうしたんだろう。はい、ここの選択肢で今回は何を選んでいくかというと、はい、何でしょうか。ああ、よかった。坂上、お前ならきっとそう言ってくれると信じていたよ。それじゃあ早速歩きながら話そうか。はい、何でしょうか。実はな、お前には次の企画会議とは別にやってほしいことがあるんだよ。え？どういうことでしょう。うん、普通1年生にこんな大役を頼むことはないんだが、お前ならできると思ってな。お前を見込んで特別な企画を任せたいんだが、興味あるか？大役？特別な企画？僕を見込んでって一体何だろう。大丈夫だろうか。僕にそんな大役なんて務まるんだろうか。なんだ、不安そうだな。大丈夫、そんな難しい企画じゃない。実はな、壁新聞を作ろうと思うんだ。壁新聞ですか。おいおい、鳩が豆鉄砲を食らったみたいな顔してどうした。壁新聞知ってるだろう。ええ、まあ知っていますけれど、今時壁新聞なんて作って誰が見るんでしょうか。学校のニュースならばスクールネットにあげればいいことですし、わざわざ。おいおい、ネットにあげるっていうことは誰もが見られるということだぞ。ということは危ない橋は渡れないってことだ。最近は下手なことを書くとすぐに炎上するし、学校側も PTA もそれ以外の一般大衆も目を光らせているんだからな。だからどうでもいいような当たり障りのないことしか書けない。健全な学校新聞は面白みのない宣伝広報をしているに過ぎないんだよ。なんということでしょう。お前はそんな現状を残念に思わないか。はあ。本来新聞というのはスクープ記事を載せてこその新聞だぞ。誰もがあっと驚くことを載せて、それでみんなを驚かせる。それが新聞の醍醐味だ。お前もそういう記事を書くことに憧れてこの新聞部の門を叩いたんじゃないのか。はあ。パッとしない返事ですよね。学校のネットニュースではどこそこの部が優勝した、誰がしが全国模試で1位を取った、今年の大学合格率は過去最高だった、そんなことを書くだけなんだよ。俺はさ、もっとさ、書いている自分もワクワクするようなそんな記事を書きたいんだ。そんな新聞を作りたいんだよ。坂上だってそう思うだろう。お前の正直な感想を聞かせてほしい。さあ、一つだけ選んでいない恐ろしい選択肢がありますね。
日野先輩が一人でお作りになればよろしいのではございませんでございますか。そこまで言うのであれば日野先輩が一人で作ればいいんじゃないでしょうか。日野先輩ってこんなに熱くてしつこい性格だったっけ。なんかいつもと違う温度差を感じる。正直新聞部は楽しく活動できればそれで満足なんだけれどな。それに変なことを書いて問題を起こしたくないし、学校側と揉めてもし停学とか退学になったらせっかくの高校生活が台無しだよ。それに僕に相談事があるなんて言ってるけれど、日野先輩は僕に何をさせたいんだ。ひょっとして自分がやり玉にあげられたくないから裏から僕を使って問題が起きたら全部僕に押し付けるつもりじゃないだろうな。疑り深いですね今回の坂上くんは。そんな危ない橋を渡りたいのであればどうして自分でやらないのですか。別に僕を誘う必要はないと思いますが、一人では怖いのですか。お言葉ですけれど、もしかして全部僕にやらせて何か問題が起きたら責任を押し付けようとしてるんじゃないでしょうね。いいぞいいぞ。なんか悪意を感じるんですけれど。どうした坂上。俺がそんなこと考えるわけないだろう。日野先輩が明らかに動揺している。これはどの軸の日野先輩なんでしょうかね。めっちゃ動揺してるじゃないですか。日野先輩が明らかに動揺している。どうやら図星だったみたいだ。日野先輩がこんなに分かりやすい性格だったとは。それでは失礼します。今の話は聞かなかったことにしますから。まったく、とんだ時間の無駄だった。日野先輩に特別な相談と言われ、期待した僕がバカだった。おい、待て、坂上。まだ帰るのは早いぞ。まだ何か用があるんですか？僕も忙しいんですけれど。めっちゃ強いですね、今回の坂上くん。すると、日野先輩は僕の耳元に顔を近づけ、そっと耳打ちするように囁いた。わかった、坂上秀一。お前には本当のことを話そう。さすがにあんな理由でお前を騙せるわけはなかったか。いいか、これから俺が話す話は他言無用だぞ。絶対に誰にも話すなよ。そういう日野先輩の目はいつになく真剣だった。実はな、旧校舎に隠された秘密を見つけてしまったんだ。え、旧校舎ってあの呪われた旧校舎ですか。そうだ、俺はな、あの旧校舎がどうして呪われているか知ってしまったんだ。鳴神学園には使われていない旧校舎がある。使われなくなってから何年も経つというのに一向に取り壊される気配がない。実は過去何度か取り壊そうと試みたらしいが、その度に不幸な事故が起きたそうだ。工事車両が突然動かなくなったり、関係者が次々と病に倒れ、それでも続けようとすると工事責任者がおかしくなって行方不明になったと聞いている。だから今でもあの旧校舎は取り壊されることなく立ち入り禁止の建物としてその姿を残している。誰もが何かの呪いだと噂しているけれど、まさか本当に日野先輩がその呪いを見つけたのだろうか。本当ですか？ああ、こんなこと嘘や冗談で言えるはずがない。しかもな、この旧校舎には隠された秘密を暴けば、それは鳴神学園だけでなく世間をあっと言わせるほどの大スクープになる。まさか、いくらなんでもそんな。それが本当なんだ。これからその証拠を見せてやる。だから呪われた旧校舎の秘密を暴いて一緒に壁新聞を作ろうじゃないか。なんだ壁新聞なんだろう。そうだよね、坂上くんもそう思ったよね今ね。でもどうして壁新聞なんですか。それだけの大スクープだったら壁新聞なんか作らずに直接マスコミに行った方が話が早いと思うんですけれど。マスコミが俺たち高校生の話なんかを信じてくれると思うか。それほど信じがたい話なんだからな。でもどうして僕なんですか。それだけのスクープだったら一人で暴いた方がかっこいいじゃないですか。わざわざ僕に話す必要はないと思いますけれど。すると日野先輩は少し言葉に詰まり、言いづらそうにうつむいた。怖いんだよ。え？あのな、
旧校舎は昼間でも怖いんだよ。そんな場所に俺一人で行けると思うか？頼む坂上、今のお前とのやりとりを経て俺は確信した。お前見かけによらず気を逃さそうだね、お前見かけによらず肝が据わっている。度胸がある。やっぱり俺の見込んだ男だ。だから一緒に行こう。二人なら怖くない。呪いだって跳ねどけられるさ。そうか、日野先輩って思ったより臆病だったんだ。二人だからって呪いを跳ねのけられるとは思わないけれど、そもそも呪いなんてないと思うし。でも旧校舎の呪いか、確かに面白そうだな。それにそんなことを学校のネットニュースで載せられるわけがない。まずは壁新聞にするっていうのは結構正しい選択かもしれないぞ。もうなんか丸め込まれているぞ坂上周一。わかりました、僕でよければ先輩の力になります。そうか坂上周一、お前ならきっとそう言ってくれると思った。本当によかった、よかった。それじゃあ善は急げだ。行くぞ坂上。早くない？え、今からですか？ああ、旧校舎といえ日中じゃ人通りも多い。今日みたいな休日でなければ侵入は難しいだろう。今日休日だったんだ。それに今日は運動部がこぞって遠征で、忍び込むにはまたとないチャンスなんだよ。なんてことだ。はあ、日中にこだわりさえしなければいくらでも機会はあると思うんですけれど。坂上、言ったはずだ、旧校舎は日が暮れた後に入っていいような場所じゃない。それはもう呪ってくださいって言ってるようなもんだ。絶対に昼じゃなきゃダメだ。頼むよ坂上。普通オカルトスポットに赴くのは夜と相場が決まっているものだ。その方が雰囲気だって楽しめるし、取材ならなおのこと写真が映える。でも日野先輩は夜の旧校舎に対して異常な恐怖心があるみたいだ。記者魂が強いんだか弱いんだかわからない人だな。と言っても夜中に侵入したんじゃバレた時にシャレにならない気もするし、昼間というのもそれはそれでありかもしれないな。日中なら時間だってたっぷりある。旧校舎は今の校舎と比べて教室数はぐっと少ないと聞くけれど、それでも二人で見て回るのであれば時間は大いに越したことはない。僕は再びうなずいて日野先輩と旧校舎へと赴くことにした。はい、避けて通っていたこのシナリオなのかな。呪われた旧校舎、このシナリオに行こうかどうか迷ったんですけれども、ちゃんと実況でうまく編集ができるのか心配すぎます。はい、もう明らかにいつもと画面が違いますね。そして日野先輩のかっこいい絵もしっかり出ております。ゲームシナリオを経てゲームの世界に我々は再び入っていってしまいました。どうしましょうね、触りだけちょっとやってね行こうかなと思うんですけれども、まだねこの辺りのセーブとかロードとか分かってないですからね。とりあえずセーブしてみよう。セーブのシステムは同じようだ。さあどこから行こうかな。とりあえず一番上にセーブ。僕の絵も初めて初公開。ずっと黙ったままじゃないですか。あの先輩、人いないですよ先輩。今のうちに入りましょうよ。ああ、そうだな。日野先輩、旧校舎を前にしてから随分ギクシャクとした様子だ。やれやれ、僕からしたらこんなのただ古いだけの建物なんだけどな。早くしないと日が暮れちゃいますよ。確かにそうだな。急ぐぞ坂上。日野先輩が重々しい手つきで懐から鍵束を取り出す。自転車の鍵、ロッカーの鍵、車の鍵、アンティーク調のへんてこな形の鍵。ちょっと待って、車の鍵、あれ君高校生、あれ。それはもうじゃらじゃらと大小さまざまな種類の鍵が煩雑にぶら下がっていた。何ですかそれ。俺の友達に岩山ってやつがいてさ、ずいぶん手先が器用なやつで鍵を作るのが趣味なんだよ。鳴神学園にも出てきてましたね。
これが奴の秘密道具ってわけだ。借りてきたのかな。今まで岩山が作ってきた鍵がこの束にまとまっているんだ。学園のどんな場所であれ、この束のどれかで必ず開く。これこっちがあれかな、試さないといけない時は来ますかね。ちょっと忍び込んだのがバレたところで、お咎めはないかもと思っていたけれど、その鍵束が先生に見つかったら、とんでもない騒ぎになる気がするぞ。旧校舎の玄関扉の鍵は確か。日野先輩は玄関扉に次々と鍵を差し込んでいる。なかなか苦戦しているみたいだ。これじゃあ本当に日が暮れてしまうかもしれないな。この間に僕は、はい、あーどうしようね、ちょっと一回セーブしようかな。ちょっと今回はね、なかなか多分来ないシナリオなので、分岐をしっかりね、回収していこうかなと思ってるんですけど、何がいいだろう。パッとインスピレーションで行こうかなと思います。はい。旧校舎の写真を撮ったじっとしていた他の経路を探した。だけど、なんとなく他の経路を探してみようかな。はい。日野先輩は鍵にかなり苦戦している。このままじゃ開いた頃には日が暮れてしまうかもしれない。僕は日野先輩をそこに残したままぐるりと旧校舎の周りを回ってみることにした。古い建物だ。どこかが傷んでいる可能性があってもおかしくはない。すごいですね、この校舎。あ、ちょうど旧校舎を半分ほど回ったところの窓の目張りが外れている。あ、行けそうなところ見つけたんですね。女子ならなんとか入れるくらいの穴だ。もう少し広げればここから。開いた。おーい坂上、開いたぞ。あれ、どこ行った。日野先輩が僕を探している声が聞こえる。鍵が開いたのなら別にここから入る必要はないだろう。はーい、今行きます。僕は来た道を戻った。こーわ玄関こわ。校舎内には湿った木とカビの匂いが充満していた。不審者の侵入を防止するためだろうか。板を打ち付けた窓が陰微な影を作り出していて、今が夜でないかと錯覚してしまうほどだ。廊下も怖い。痛みがむき出しの廊下へ一歩でも踏み出せば、今にも抜けそうな床がギーギーと音を立てて、足音が何重にも重なって聞こえてくる。いつの間にか増えていた同行人が背後の闇からぬっと現れてもおかしくはない。そういういかがわしい雰囲気がこの旧校舎には漂っていた。確かに一人で来たいと思う場所じゃないな。呪いを信じていない僕だって不吉な予感を感じれば気遅れぐらいはするものだ。早速調べるとするか。先輩、そろそろ教えていただけませんか。旧校舎の呪いの正体が何かっていうことか。教えてやってもいいが、まずは探してほしいものがあるんだ。日野先輩が懐中電灯の明かりで一枚の古びた写真を照らし上げた。写真には頑丈そうな鉄扉が映り込んでいた。大きく描かれたごぼう製のマークが異様な雰囲気を醸し出している。これあれじゃないですかね、新藤先輩のシナリオに出てきた絵と違うかな。これは一体。図書室に過去の新聞部の資料棚があるのは知っているよな。そこを整理していたら出てきたんだ。どうにも校内の風景を収めたうちの一枚のようなんだが、今の校舎にはこんな場所見当たらないし、この写真の古さ間違いなく旧校舎だろう。気になっていろいろ調べてみたんだ。そうしたら旧校舎の呪いの正体に行き着いたと。ああ、その通りだ。だからまずはこの扉の場所を突き止めてほしい。お前に説明するのはそれからだ。
はい、やけにもったいぶりますね。か、わかりましたか。これは素直に言っていいのか悩みますね。まあ、わかりましたで素直に言っとこうかな。よし、早速旧校舎を見て回るぞ。ひとまず俺のノートを貸してやろう。旧校舎の地図が載っているから参考にしてくれ。さっきの写真も貼り付けておこう。ほう、すごい、なんか日野先輩めっちゃ達筆ですね、極秘。坂上は日野貞夫から旧校舎探索ノートを預かった。ノートのアイコンを選ぶと読むことができる。これですかね。はいはい、もう今から選べるっぽいですね。広くない？これは広い。どこにあるか探すんですね。はい、なるほど。はい、このシナリオね、結構時間がかかると思ったので手を出すのをね、いつにしようか迷っていたんですけれども、今のタイミングで手を出してまいりました。これはちょっとさすがに一本じゃ取り切れないので、ちょっとずつ進んでいこうかなと思います。で、今までとちょっとね、趣向を変えて、選択肢が違うところもね、戻ってやったりとかしていこうかなと思いますので、気長に見ていただければ幸いです。では、今日の朗読はここまでにしましょう。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の極めあるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。